はい、MM チャンネルのパパです。ママです。いつもご視聴ありがとうございます。おかげさまで登録者数が100人になりました。ありがとうございます。今回は、この中の空間を、より良い環境にするために、Fire TV と、マーシャルのスピーカーの設置をしていきたいと思います。 Fire TV のスティック 4K Amazon って書いてますけど、ちなみに楽天で買いました。ちょっと開封していきます。一応これが本体に挿す方、テレビの HDMI、端子、挿す方、で、あとはケーブル系、あとこれ電源、これがリモコンね。なぜか YouTube がないんだよ。残念。ここと他の見えよう、とレアルシーこっちにつなぐ形になるから、レアルシーの方にも行けました。で、全然か電源先入れとこうか。電源を入れときるの、入れときるの、こっちでは無理や、入らんわ、邪魔になるわ。やっぱり延長いくな。で、こっちのコンセントにぶっ刺す。よいしょ。で、これで一応ファイヤー TV の接続は終わり。意外と簡単。これは入力切り替え。入力切り替え。で、これを一回押したら、こういう画面。こういうボタンを長押し、プレスとスタート。
と開封していきます。このパパがコンパクトなスピーカーの中でもこだわった音が出るやつって購入したやつやんな。なんてマーシャル駅な、ゲンバーグ2。する側とっていう役目を果たす Bluetooth の機械になります。で、これの接続をこういう、これは、充電のケーブルで、あとこれが音声で、これがミニピンジャック。今回はこれらのケーブルは使わずに、こちらのデジタルオーディオケーブル、これをつなぎます。で、テレビの裏のデジタル音声のところにケーブルを今取り付けました。1箇所と2箇所あるんですけども、これの後ろにインとアウトがあると思うんですが、ここのインの方にもう片方を接続という形になります。こちらのトランスミッターの方の電源をオンにして、で、TX-RX、これが受け側と送信側の表示になりますので、とりあえずこれからテレビの音が来て、で、これをこっちに飛ばすと、マーシャルの方に飛ばすという形なので、スイッチは TX トランスミッターの方にセッティングしておきます。
YouTube の我々のチャンネルなんですけども、ちょっと映して音を今確認してます。でこれをもろテレビから今出る音がこんな感じ。でこの音をこのスピーカーに Bluetooth で飛ばそうと思います。まずは電源入れます。でここが Bluetooth の接続なので今も繋がってます。いかがでしょうか、この音。ちなみに裏からも、裏からも音出てます。です。音量調整は一応上の丸っぽいボタンで上下こんな感じで調整できます。はい、無事接続できました。これで車中泊ライフ充実したものになるかと思います。はい、で今日の動画は以上になります。ご視聴最後までありがとうございました。次回もまた動画でお会いしましょう。バイバイ。